こんばんは。もう暑いマジで。暑すぎ。結婚してアクタリかける2でーす。マジ暑いから。もう日曜日の制服の行きます。待ってます。赤のサイリーもありがとうございます。キミちゃんの配信は私は夜に見てるので、そうやろうと思ってたら始まったから、ここはもう一瞬だけ見て始めたけど、そうもう15分この時間っていうか、ま、今から始めようと思ってたからね。そこは変えず始めた。キューピットクマちゃんありがとうございます。昨日は制服のメコンありがとうございました。アイスありがとうございます。アンニャン、あ、本人久々じゃん。母は来てくれてたよ、いつも。かわいい、ありがとうございます。マジ暑いって。ドットノンパありがとうございます。バラありがとうございます。こんばんは。母もありがとう、見てくれて。こんばんは。配信終わったらお風呂入ります。結婚してアクタリです。昨日の制服の目はちかこさんセンターで、ドルカさんとあゆかさんでした。ありがとうございます。パチ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 あ、終わります。ありがとうございます。昨日もねすごく暑くて昨日も暑くて疲れちゃいましたよ。思い出以上ね。いやもうなんて言うんだろう、そうもともとこの交番票が、交番票っていうか、なんていうか、決まった時はセンターをやる予定じゃなかったんですけど、そうねえ、センターをちょっとね、期待を超えれたかは分かんないですけど、期待して任せていただけたことは嬉しく思います。まさかのね、ダンスのユニットでセンターをやる日が来るなんて思ってもみなかったですね。あ、月曜日ライブマスト、お待ってます。わかるんですでしょ、待ってます。自分が一番びっくりしている。いやダンスってっていう自分が一番驚きだったけど、月曜日もお、あ、通路か立ち見だったら親子できます。結婚してアクタリです。そう、まさかのだったからね、びっくりしました。自分でもでもすごく思い出以上で、コールがマジで大きくて、もうなんか嬉しかった。そうコールが本当に大きくてありがたい。でもなんか歌がもうちょっとうまくいった歌いたかったんですよ。でもちょっとなんて言うんだろう、ね、もうちょっとうまく歌いたかった。久々に、お、いつも仕事疲れ、センターハマってた、生誕外れたんだ。昨日マジでコールが大きくて嬉しかったですね。ドットノンパありがとうございます。似合ってましたか。ありがとうございます。緊張というより、なんて言うんだろう、直前まで、なんか私がやっていいのっていう感じだった。踊りながら歌えるだけで尊敬。いやいやいや、
もうチームを歌いたかったですね。キャプって何？めちゃめちゃ良かった。センターのセンターもね、いやーちょっとまだまだ技術面でまだまだですが、頑張りたいと思います。おめ素敵でした、ありがとうございます。うん、スクショキャプって言うんだ。ココミン好きだよね。ココミン好きだよね。ココミンはね、初めてだったね、思い出以上。あ、ユニットでポジ変わるとか確かにあんま思わないよね。結婚してアクターリです。最近ね、なんて言うんだろう、ただ一人で忙しくしてるって感じかも。練習しなきゃって感じだから。同期で確かに身のポジションは変わってないですよ。アマネージの衣装、私専用とかないですよ。衣装専用とかないですよ。どういうことだろう。こんばんは。ありがとう。可愛い、ありがとうございます。そしてあいかさんと初めてツーショットを撮りました昨日。そう、結構一緒にも公演出させていただいてるんですけど、であのツーショットね、初めて撮った後に、これ実は初めてなんですよって言ったら、え、撮ったことあるよって言われて、え、じゃあいつですかって聞いたら、え、だってナイスとミーチ一緒にやったじゃんって言われたんですけど、その時はねツーショットは撮ってないんですよ。だからツーショットは初めてなんですよっていう感じでした。嬉しかったです。そう、え、なんかさ、なんだっけ、もうアンダー20の時のもう MC でもね言ってるんですけど、そう、ずっとね、あのこっそりあゆかさんのことはずっと好きなんですけど、最近ねよくお話しさせていただけるようになって、そうだからツーショットは実は撮ったことなかったので嬉しかったです。そう、結構初期からね好きですっていうのはね言ってはいるんですけど。え、魚の歌歌ってたのか知らないんだよね。誰が歌ってたんだろうね。いや、いないと思う。たまえかさんだけだったんじゃないかな、わかんないけど、多分ね。そうだから初めて撮りました。でもさ、なんかさ、ココハさ、めっちゃいっぱい公演心理出してもらっててさ、あの初めてツーショット撮ったんですけど、もう12期はさ、まあ、一緒に公演出たからさ、みんな撮っててさ、あいいなって思ってました。そう、でも最近ね、あのたくさんお話、いや自分で勝手に思ってるだけかもしれないですけど、最近たくさんお話できているので嬉しいなーって思ってます。そう、ユニットもなんだっけ、女の子の第6巻ユニット一緒にできたので楽しかったです。あとはあのなんだっけ、あ、そうそう、ヨコニャンさんともめちゃめちゃたくさんお話させていただいてて、ヨコニャンさん、あ、そうそうそう、なんかね、この間のあのエスコエの後にココハとサータンで一緒にいたら2人にクッキーくれたんですよ。優しすぎて。
後輩できたらわからないな。友達泣いてるのやめて。友達ちょっと友達泣きやましてもらってもいいかな。わかんないな後輩。私のことを好きって言ってくれたら溺愛したいと思います。スティール好きな曲は、なんだっけ、そして人は無力と思い知ると、好きになれただけで幸せだとかですかね。推しの子、わかんない、面白いんじゃない。暗闇とペダル、ペダルいいよね、暗闇も。思い出以上、ありがとうございます。あれすいません、ありがとうございます、ありがとうございます。次は9日に制服の公演があります。今日何日だ ?7 か明後日かで、10日は S 公演ですので、センターの司会、いやでもなんか思い出以上は割となんかそのどこでもさ前に人が立つってことがないからあんまりあれだったな、同じだった。前に人がね、青春の全部、評論家ですか。評論家ですか。スプールのセリフもね、そう。衣装、あ、嬉しいです。制服の目はね、そうね、毎回ね違った変化も見せられると思います。キュー楽しみにしてる。思い出以上の髪が乱れるのは気に、いやーでもどうなんだろう、めっちゃもう 顔全体に髪こうついちゃったとかだったら気になるかもしれない。ちょっと待ってこれ。まあユニットもね、でもね、あれだからね。公演ぜひぜひたくさんやらせていただいてるので、センター、いやでもなんだっていうの、結構めっちゃ前に6日の予定が来てて、ちょっと時間経ってからセンターになったって感じです。だから全然直前とかではない、めっちゃ時間はありました。めっちゃは嘘だけど、先輩が出れば出るほど凄さはないなと感じますよ、逆に。逆にでもなんかすごいなってなるから、先輩が近くにいるとすごいなってなるから、めっちゃ、ね、上手い人の中でやるのってすごい大事じゃないですか。だからめちゃめちゃねいいなって、昨日のね、なんだっけ、手紙のことの前にも言わせていただいたんですけど、すごく成長できるなって思ってます。お見送りありがとう、こちらこそ。
15分経ったので終わりたいと思います。明日帰り遅いからワンチャン朝にやるかもわからん、迷うって感じです。おやすみー。